武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は京都産業大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間80分で大問が3題出題される形となっています。で、ここはですね、結構記述が、記述論述が多めな形式となっておりまして、まあ論述の対策など特にできてない人は、まあ追加で参考書をやる必要があるかとは思います。で、問題の難易度的には基礎的標準的な問題が中心なのですが、書けるかどうかっていう点に関すると、その国立などの問題集やっておかないと回答できないという人の場合は追加でやっておいた方がいいかと思います。まあ、メインでやっていくのはリードライトノートなどの基礎的な参考書、まあ、日大レベルの参考書が中心になるかと思います。まあ、非修正ノートなどでもいいですね。この辺りで、まあ、どうしても論述がとかちょっと難しい論述を練習しておきたいという場合には、国公立標準問題集、キャンパスなど、まあ、国立向けの論述多めな参考書などを追加でやっておくといいでしょう。まあ、いるかいらないかと言われると、なきゃいけないとは思いませんが、まあ、論述がどうしても苦手だったり、ちょっと生物で稼ぎたいなという場合には追加でやっておくといいかと思います。で、出てる範囲そのものに関しては、まあ、割と全体的に出ており、で、まあ、図を描いたりする問題なども出てきますし、で、割とその、図などの利用が問題自体にも多い構成となっておりますので、そういったものに見慣れておく訓練ですね。文章だけじゃなくて資料などや写真などにも目を通しておいて、そういった部分が出てきても対応できるように心がけておきましょう。以上が生物の勉強となります。